マッカラム木村。スピードですかね。やっぱりフルボクシーで反発使って走れた時のスピードが味わえましたね。ツインザーっていうシステムで今回乗らせてもらったんですけど、当て込んだ時とかのやっぱピンの抜けがいいんで、日本の波にパワーが弱い波が多いんで、日本の波にも合ってると思います。パフォーマンスの動きしたい時はツインザーで乗って、ちょっとトロい波とか走りづらいセクションがある時はシングルフィンで乗ってみても面白いと思います。